分配変更の、ね、最後の問題です。76回問い22、弱電解質 A の弱電解質、弱酸か弱塩基かわからないということですね。弱電解質 A の pKa を推定する目的で pKa を推定しましょう。で分配変更を調べます。周樹の pH で A の 10mg/ml 水溶液を調整しました。この 5ml ずつにそれぞれクロロホルム 5ml を加えてよく振り混ぜました。平衡分配平衡に達してから水槽中の濃度 A 濃度を測定すると以下のようになりました。 A は弱酸性薬物か弱塩基性薬物か、また pKa を計算しなさい、ね。でこれを見ます と、水槽中の水の方の、5ml の、クロロホルムだから下が油ですね。油 5ml、水 5ml で、もともとは、10mg/ml ですから、50mg 入ってたんですね。じゃなくて濃度でいこうか。濃度は、10mg/ml、全部で 10mg/ml 入ってました。で、それで、水槽中の A の濃度を調べますと、10、10、9.2、5.5、1.8 ですから、それで、そのままじゃあ油の方の濃度を調べましょうって言ったら、水に全部来てたら10ですけども、ここから減った分が油に行った分ですので、10、10、9.2、5.5、1.8、1.1、1.0、1.0 ですから、油の方に行ったのは残り0.0、0.8、pH が4だと 4.5、5だと 8.2、6だと 8.9、7だと 9.0、8だと 9.0 ですね。となってます。で、そうすると、P オブスイコール、CW 分の CO ですので、A の濃度ですから AW と書いてありますが、これ、AW じゃないですね。これは乖離状態考えてないからこれでいいんですね。だからこう、そのままこう書きますね。A の W 分の A の O と書けば P オブスが計算できますから、これを見ると、W 分の0、分子が0ですから0.087、0.082、4.68.199 ですね。というふうになってます。で、弱酸性薬物か、これは、まず、縦軸にローグの、P インと P オブスを取ってやって、で横軸に pH を取ってやった時に、酸性薬物だと、ここが、ログを取ってやると0、1ですね。実数が1のところで、pKa のところでこう斜め45度に下がっていくんですよと、マイナス45度で下がっていくんですよという話をしました。でこれを見ますと pH が低いところで10、全部水側に行ってますので、これは、全部水側に行ってますから、油の方には来てないことになりますので、このパターンではないですね。で水の方では、ほとんども、下の方に行っちゃってるよと、1、2のところでは下の方に行っちゃってるよと。で7、8のところで、9で止まっちゃってますから、P イントっていうのは、ここのところで P イントが出て、これが P イントになりますよと。P イントは9であるということが分かりますねと。で、そうすると、P イント分の P オブ数を計算しますと、7、8の時には、9分の9で1、1ですね。で、9分の 8.1 になると0.9。で、9分の 4.6 になると0.51。まあまあ、こういうふうに、0.51、
となりますから、こういう風になってるのがわかります。で、対数取ったらっていうことですので、1のところが0ですね。で、じゃあここの時にどうなるかっていうと、ここから、対数で 0.301、2分の1、50% ですね。で、50% になったの、これ、実数取ってますから、50% ここに来てますから、pKa は、5ですね。5、6、7、8、4、3。で、ずっとこう下になってて、まあ、測定限界はこの辺りにありますよっていう結果になります。ですから、こう計算してやると、ここで5を見るんじゃなくて、ここで5を見てこれとかじゃなくて、まあ、残りがどれだけあってっていうのを計算してやりますと、50% のところっていうのは、pKa が5。pKa が5ですね。pKa 5。で、pKa と、それからこちらで、分子型になるわけですから、弱塩基性薬物という結果になります。大丈夫ですか。で、次、類問が101回。ですね、4年前に出ましたのでそちらを解いてみましょう。では、101回の問い205番です。処方箋の薬物を測定する目的で、処方薬の物性を測定する目的で、収受の pH で水溶液50マイクログラムパーミリリットルを調整し、その5ミリリットルずつにそれぞれ1オクタノール5ミリリットルを加え、よく振り混ぜ、分配平衡に達した後、水槽中の薬物濃度を測定しました。もう出題はほとんど同じものですね。で、これだと、まあ同じですね。考えることは同じで、水槽中ですから、水槽中の濃度を書いてやりまして、もともとが、50ミリマイクログラムパーミリリットルの水溶液だったのを、水と分配平衡してやった時の、濃度を見てますと。で、これを見ますと、ここで、50になってますから、pH が8の時、CW が書いてありますから、C オクタノールは50マイクログラムパーミリリットル引く CW になりますので、これを計算してやりましょうと。そうすると、50、45を引き算してやると、元は50ですから、このようになります。そうすると、P オクトを計算してやりますと、P オクトイコール CW 分の CO ですから、これ分のこれを計算してやりますと、アルカリ性 pH は7、8ではもう0になってます。で、これずっと見ていきますと、こうなりまして、おそらく、ここで最高になってますから、Pintっていうのは、99であるというふうに見ることができますね。そうすると、Pintは99であるというふうに見れますから、P オクトを Pintで割ってやると、99分の9で、ここ1、1、0.93、0.49、0.24 っていうふうになります。そうすると、大体 50% のところっていうとここに来ますから pKa は、4ですね。pKa は4になります。で、pKa を計算してください。それで、横軸に pH を取ってやるとこの時、こちらで、ログPint 分の P オブ数を取ってやると、0というか、実数が1になるところ、この対数が0になるところは、酸性の1、2のところで、で、
3のところでちょっと減って4のところで 50% 下がってきましたって言って、そこから斜め45度に下がってるっていうグラフになるわけです。ですからこの形ですから、酸性弱酸性薬物で弱酸性薬物で PKA は、4という答えになります。